ツイッター上には体感っていう感覚についてあまりよく理解されていない方がいらっしゃるなっていうことが今日分かったんですけど、まあ僕は昨日僕の体感として感覚として太陽が近づいてきているように感じると、こういう動画を出したんですよね。事実は分からないんですよ。近づいているのか、同距離でその角度が、地球の角度が変わっているだけなのか、僕には確かめようがないので、僕の体感として、冬より春になってくるにつれて、太陽が近くに、なんか親近感が湧くっていうんですかね。あ、なんか近寄ってきたなっていうふうに、僕は感じるんですよ。だからそういう体感をしたと。そしたら、太陽の距離は決まっていると。1億5000万キロか、測定されているので、それが事実であると。で、その事実よりも体感を優先するのかっていう発言があったんですよね。で、僕は体感を優先するんだと言ったんですよ。しかし、事実はわかりませんと。これが僕の主張なんですよね。僕は、太陽が近づいてきてるように感じるんですよ。これは僕の感覚なんで、これに僕は何の嘘もないんですよ。これが、しかし、事実かどうかは僕にはわかりませんと。これが理解されない人がいらっしゃるんですよね。で、そもそも、体感を優先しないと、しゃあないと思うんですよ。生きている以上。僕にとってっていうんですかね。何か、外から与えられた答えに従っていけばいいっていう考え方の人もいるかもしれないんですけど、僕は体感で物事を決めてるんですよ。そういう人間なんですよね。暑いと感じてきたから暑いと思う。寒いと感じてきたから寒いと思う。近いと感じてきたから近いと思う。実際事実はどうなってるかわかりません。実際僕は真夏に風邪ひいたことあるんですよ。で、熱出たことあるんですよね。外の気温はもう35度とか6度とか、すごい猛暑の時に夏風邪をひいて熱が出たんですよ。なんと、外の気温36度なのに寒かったんですよね。これ僕の体感なんですよ。感覚。寒いと感じてる。しかし、事実、この世界の気温は36度。暑いんですよ。でも、体感的にはもう、おかんって言うんですかね。もう、ブルブル震えるぐらい寒いんですよ。僕はこれを優先してるんですよ、体感を。その時に、寒いかって聞かれた寒いって答えると思うんです。いや、違うと。ちゃんと測定した。外の気温36度。これは暑いんだと。お前は、その客観的事実より体感を優先するのか。はい、そうです。としか言いようがないんですよね。これを理解されないんですよ。なんて言うんですかね。すごいんですよね。なんでこれがわからんねやろと。体感を優先するんですよ、そら。生きている以上は。熱が出て寒いとこう、体感として訴えてきてるので、いや、事実は違う。気温、外の気温36度であると。ちゃんと実測できると。温度計で測れると。確かに温度計では36度を指していると。これは紛れもなく暑い。多くのほとんどの人がこの状況暑いと思う。でも、私の体感は寒いと感じていたんです。これは理解できた方が僕はいいことだと思うんですよ。人それぞれなのでそんな理解したくないと。世の中で確かめられているこれが事実だっていうことを私は信じるんだと。そういう人がいるのは僕は全然構いません。だから、ほっといてほしいんですよね。違うんですよ。考え方が。僕は体感を優先する人間なんです。だから、僕自身納得いく方法で、納得いく情報で、それがそうだと分かるまでは、僕は分からないという状態でいたいんですよ。で、太陽については、分からないとしか僕は思えないんですよ。いくら他の人が確実にこれがこうだと分かる情報を持っていても、僕はそれを確かめる術がないので、だから僕は分からないっていう状態でしか今は折れないっていう、これ自体がもう感覚なんですよ。僕はこの感覚を優先してるんですよ。いくらどっかの偉い先生なり何なりがこういう計算を出したと、こういうエビデンスを出したと、
だからといってそれを僕が是として受け入れるかどうかを判断しているのは僕の感覚なんですよね。僕はこういう感覚で生きているんですよ。それを理解されない人がツイッターにはいらっしゃる。ツイッターだけじゃないかもしれないですよね。まあそういうことを今日は思ったというか、感覚じゃなかったらどうすんのかということなんですよ。僕にとってはなんですよね。これで何の問題もなく僕は生きてるんですよ。だから、なんて言うんですかね、その、ほっといてっていう感じなんですよね。わざわざ引用リツイートとかしたら自分に向けて何かアクションを起こしてますよね。そう思うなら、そう思うと勝手につぶやいておいてもらったらいいんですよ。引用とかせずにっていうんですかね。引用とかしたらこっちに何か信号を送ってますよね。そんなんする必要ないやんと、実際僕はしないんですよ。そういう僕と違う主張をしている人のところにわざわざ行って、わざわざ分かるように、それあなたは違いますよと、私はそうじゃありませんよと、言いに行かないんですよ。僕の感覚です、体感です。感覚でそれを言いに行かないと決めてるんですよ。何が正しいとか僕はないと思ってます。僕の感覚はそういうことをしないっていう感覚なんですよ。で、それを僕は大事にしてるんですよ。これが理解できない人がいる。このことも僕は今日理解したんですよね。僕これ結構気づきになったと思うんですよ。あ、そういう人がいるんだと。これだから、こう、イラつきはしますけど、ある意味良かったのかなと思える内容ですよね。ある意味っていうんですかね。ただ今日はそういう、なんていうんですかね。この言葉使ったらダメなんですけど、QOL が下がる案件があったなと。でもこれ後々考えると、あれはあの体験で良かったのかなと。そういう人がいるんだということを僕は認識できたっていうありがたさっていうんですかね。それはあるなと。そこの学習の面っていうか。なんか今日はそういうことが起きて、なんか疲れたなっていうことを思いましたっていう話でした。以上、芸術を僕は少しありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。